こんばんは。6時のニュースをお伝えします。今回は世界でも珍しい症状、全身敏感症に悩む女性のもとに斉藤アナがインタビューをしてきましたので、そちらの VTR をご覧ください。はい、斉藤です。今回は世界でも珍しい症状、全身敏感症に悩む女性に、私斉藤が聞ける範囲でインタビューしていきたいと思います。こちらの公園で待ち合わせしているので、そろそろいらっしゃると思うんですけど。あ、いらっしゃいました。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。今日インタビューさせていただく斉藤です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの女性が今回インタビューに答えていただく全身敏感症の浦部しめ子さん。ここから斉藤アナがなぜこちらの症状が発症してしまったのか聞いてみるか。あ、じゃあ浦部さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。あ、どうぞこちらに座ってください。はい。今座る時とか、さっき握手する時に出ていたのがやはり症状ですか？そうですね。何かが体に触れると自然にあのようになってしまいます。あ、そうなんですね。そのようになってしまったきっかけというのはあるのでしょうか？そうですね、高校生の時に私が外を歩いていると突然頭に雷が落ちてきて、そこからです。雷？はい。外をですね、こうやって歩いていたら突然頭がゴロゴロゴロって雷になったんですよ。で、わあ、大丈夫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 です、大丈夫。当たってそこからです。そうなんですね。浦部さん、浦部さんは高校生の時に頭を雷で打たれて以来、こちらの全身敏感症の症状を発症してしまったそうで。ってことは触れたものすべてに反応してしまうという症状でしょうか？そうですね。他人から触れられるのももちろん、自分自身で触ってもああいう状態になってしまうんですよね。そうなんですね。そうなると私生活とか。すいません、今携帯鳴ってるんで出ても大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。すいません。はい。もしもし。はい、今ちょっと撮影中なんで後から折り返しても大丈夫ですか？はい、失礼します。大丈夫ですか？大丈夫です。すみません。電話出るのも一苦労ですよね。はい、とっても大変です。電話に出るという電話に出るという一般の人からしたら当たり前の行為も、浦部さんからしたら一苦労のようです。差し支えなければ教えていただきたいんですけど、お仕事はどのようなことをされているんですか？私、こういう状態なので会社に出ることができず、自宅でパソコンを使った仕事をしています。パソコン？はい。パソコンではどのようなことをされているんでしょうか？そうですね、主に動画編集です。動画編集、よかったらお見せいたしましょうか？いいんですか？はい、ありがとうございます。お願いします。ここで浦部さんがパソコンでどのような仕事をしているのか見せていただくことに。こんな感じで編集してます。すごい。私結構動画編集とかテロップ入れるのとかすごい興味が今あるんですけど。本当ですか？はい。よかったらテロップ入れるところとか見せていただけたりしませんか？もちろんです。ありがとうございます。今ほら文字が黒じゃないですか？はい。これをとしたら、全体的に次は白っぽくなるみたいな感じなんですよ。あ、すごい、はい、ありがとうございます、うん。タイピングするときにもそれが出ちゃうんですね。そうなんですよ。もうこれに関しては慣れたんですけど、うん、こういうことがなかったらね、もうちょっと早く仕事ができたとは思うんですよね。すいません、そんなそんな中教えていただいてありがとうございます。大丈夫です、浦部さんは外での仕事失礼しました浦部さんは外での仕事が困難のため、
自宅で動画編集の仕事をしているそうですが、やはりここでもタイピングの際に体が反応してしまう反応してしまうとのこと。しかしこちらに関しては体も慣れてきて、そこまで仕事に支障はないとのことです。浦部さん、本日はありがとうございました。こちらこそ。私たちが普段当たり前のように生活していることが、実は当たり前ではないということが再認識できました。浦部さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、浦部さん、本日はインタビューに答えていただきありがとう。以上、ニュースをお伝えします。